集合時間がめっちゃ早かったんだよね。8時半です。いや8時半ですってチャット来て小学生かよって言っちゃった。いやチョコは今までディズニーにもっと早い時間に集合して行ってたから、それでも違う、まずパークの開園時間が9時だったんですよ。そうやね、そうですね。で駅に8時半集合で、そっからモノレール乗ってふふーって行くから、じゃあ開園時間に間に合うように8時半かなって思って8時半って打ったら、うん、なんかみんな、ね、あ、オッケーみたいな、早いねみたいに来て、あれ早いのかなみたいな。いや、それはね、あのね、大人になるとね、もうアフターシックスレベルなのよ。そうですね、行っても昼からですね。ガチ？リスナーがさ、チョコセンと同じ反応しててさ、さてはお前ら若いだろ。いや、だってさ、ディズニーって言ったらさ、なんか結構混むからさ、なんか、まあ、早めに行って余裕持って回った方がええんかなって思って。そう、チョコセンさ、ウキウキすぎて8時についてんの。で、私とルイネがね、だいたいぴったりぐらいについて、うん、ね、うんうんうん、あのスバルはまあ置いといて、まあ、あのスバルはその時間に起きました、ね、おはようございます。起こされてなかった、チョコセンに。起こされた。8時ぐらいに電話かってきてて、あ、やばいねってなって。え、そう、なんか8時に土すぎちゃった、早く土すぎたって言ったら、スバルだけチャットの返信なくて、いやこれ寝てんのかもしかしてって思って、もうニコした。もうニコして、なんか反射でしかもスバル切っちゃって、通話切っちゃったと思って切っちゃって、で時間見て、あ、やばいねってなって。遅刻だね。うん、スバル前日ね、割とルンルンで服用意してたんよ。そ、うん、うなんだ。明日はおしゃれするぞーって準備してたけど、まあ寝坊して、いつもの、はい、ジャージで行くって。いや、わかる、うん。なんかその服見たことあるなみたいな感じ。そう。いつも通りの服だったよね。それ言ってたもんね。スバルまたこれじゃんって言われて、うん、まあね、みんなお待たせって言いや、そうなんよ。私はブレないなと思ってましたよ。そう、スバルもうね、自分をスティーブ・ジョブズだと思い込んでる。やっぱりね、なんかもういつもの服。スバルと会うと365日同じ服言ってるもん。おい、それは言ってくれる。いや、マジで、あの上のジャージ以外見たことない、今年。そう、なんか上ジャージなんだけど、スバルはそのジャージの中に半袖を着るか、夏場はもうそれをなんかあのインナーだけ着てそれだけ着るかで気温調節してるから。確かに、でも私もなんか数回会いましたけど、あれだ、あれかもしれないでしょ、一緒、うん、私もあれ率めっちゃ高いわ。まあ、ね、可愛いけどね、あれも、ね、そう、まあでも、ね、あのルーナにはね、言われるけどね、ちゃんと服着ろって。まあこのメンバーは言われないだろうと思って、あ、もう言われてます。いや、まさか夢の国にジャージで来ると思わなかったわ。いや、動きやすくていいじゃん、動きやすくて。それは確かにそうですね、うん、まあ確かに確かに、うん、でしょ、うん、イエーイ、はいはい、うーぽんぽん、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。